やってみな晴れ勉強会、正式には、関西初仕事コンソーシアム、夢、やってみな晴れ勉強会は、大阪府大阪市で開催されている、三学連携の月齢勉強会組織、大阪大学名誉教授、小林明夫と、日本一明るい経済新聞編集長、竹原忍を中心に2015年3月に、立ち上げられた。参加者は、 近畿地方の中小企業経営者、約20名で、大阪大学、近畿大学や大企業のネットワークを活用し、参加メンバーのポテンシャルを、関西の元気づくり、ものづくりにつなげていくことを目標とする。今回は、サントリー創業者の鳥居信二郎の、やってみな晴れという言葉にちなんで命名された。経験豊かな経営者に、谷町精神を受け継いでもらうこと、 さらに新事業展開を志す事業継承者育成も設立の目的となっている。ゲスト講師として大阪大学、近畿大学をはじめ京都薬科大学、大阪府立大学等の教員、マスコミ関係者、外国人経営者、さらにはオリンピックメダリストなどが登壇している。また、産学連携や会員総合のコラボ事業も企画されている。 大阪城公園で毎年行われている大阪グレートサンタランでは杉の小枝を活用した巨大クリスマスツリーや希望のトンネルを制作した。また、ハンガリーの時期メーカーヘレンド社とのコラボによる緑、サンタ、ワングリーンカップソーサーロゴ入りセットが実際に制作販売された。このほか、梅北二期開発への三角の呼びかけや、 近畿大学との共同による健康スイーツの開発等が進められている。ありがとうございます。